台車。ああ、石油があったらいけそうですね。ちょっと石油目指していくか。まあ、残ってるわ。セーブ&ロードしても。あるんですね。どっかにありましたよね、石油って。この上やったっけ？ここ誰かいない？大丈夫か？あ、ここ見たことないところだ。まあ、いっか。探索ついでにしていきましょうか。あ、壊すの早いわ、やっぱり。めちゃめちゃ早い。ハンマー重要ですね。あと水もあるから飲んでいくか。よし。スクラップか。ロッカー。Anyone else getting a bit hungry? お腹空いてる。あとお金。全部もらっていきましょう。このロッカーはさすがに動かせないね。うん。あっちも続いてるけど。あ、なんか音がする。大丈夫か。空手家のヘルメット。まあまあ、戻ってもいいですよね。全部持っていこう。ここ。あ、ベーシックなバックパック。あ、一緒か。まあまあ、持っていきましょう。あ、もう、いっぱいになってきたな。よしよし。こっち側は、あ、あそこで死んでますね。あれ、取れるかな？あー、やばい。敵がいた。取れるか？急いで、急いで。あ、戦利品残ってるけど、ちょっと、あー、来た来た！やば。まだ残ってんな、あれ、どうしよう。ちょっと、あ、まだ来た？こっち来んの？来ない？大丈夫か？あー、怖っ。ロッカーに置いていこうか、これ。あんま今必要性が感じないやつ。よし。あー、ダメだな、あれ。取れないな。今ならいける。今ならいける、いける。どれか。あ、石油あったわ。石油あった、ちょっと待って。オッケーオッケー。これでいいや。ちょっと一旦戻りましょうか。あ、ここにもあるわ、石油。オッケーオッケー。一回戻って、作りましょうか。あ、充電終わったかな？あ、終わりましたね。はいはいはい。まあ置いときましょう。台車さえあれば、あれですよね。荷物が、いい感じにできると思うんですけど。あとないの、金属のゴミが一つですね。これ一つだけにして、スクラップできないこれ。あ、スクラップこれになるのか。これじゃない。何か一つできそうですけどね、スクラップにして。できますね。よし。これちょっと分けて、分割して、で、これをスクラップにしましょう。オッケーオッケー。できたできた。これでできるはず。オッケー。これやっと台車ができるわ。台車クラフトしましょう。オッケー。できた。台車。別の場所へと運ぶのに便利。うん、4番。ちょっと置いてみましょうか。はい。おー、開く。あ、こん中に入れるんですね、こうやって。あ、めっちゃ増えるじゃん、これで。なるほど。いいのゲットした。今は7時10分か。探索行きましょうか。これ、操縦すんのは？あ、こうやって掃除するんだ。ただ、ドア開けれないのね。ドア開けとかないといけないな。よし。オッケーオッケー。カートゲットはでかいな。よし、行きましょう。オッケーオッケー。ゲットゲット。ここで探索がさらに広がりますよね。あ、そうだ。ついでに充電ちょっとしていこうか。拾って、チャージする。よし。登れなかったちょっと、あ、ここちゃんとあるじゃないですか。ルートが。いや、親切設計ですね、これ。あ、でもここ、あ、ここも行けるな。あ、全部階段これついてんのかな？スラロープが。ちょっと一旦ここに置いとこうか。で、探索ちょっとしましょう。メディカルキット。よいしょと。あ、いいですね、石油。この上なんかありそうですね。ここ行ったっけ？あ、暗いな。
きない？あそこ行ける。隠れてますね。吸い上げてやりましょう。吸い上げてお前なんかぽいだ。あ、いた。オッケー、ぽいだ。もう怖くない。あとはここ。あー、ここですね。あ、前回行きましたよね、ここ。あとは目新しいもんないかな？ちょっと下がりましょうか。こっからちょっと怖いんですよね。あ、いた。よし、邪魔。あー、ちょっと潰していこうか、ここら辺。ここ、かなり、オフィスだけあって、PC いっぱいありますね。あとは目新しいものないかな。なさそうですね。あ、しまった、僕。あれ置いてきてるわ。あの、台車。よくさ、自転車さ、あの、置いてって、で、忘れることってない？そんな感じで忘れてってる、僕。あったあったあった、台車。これで荷物を積んだらどうなるんだろう。いや、台車便利ですね。あ、やばい。死んでしまう。ちょっと一旦戻りましょうか。あ、こんな感じになるんだ、台車積んだら。よし、一旦帰ろう。死んでしまう。これそろそろさ、上の階に行った方がいいよね。台車もあるし。やばい、死ぬ。ここ近くに充電器があるのいいですよね。これもいずれ自前でできるようになるのかな。ちょっと荷物を移動させましょうか、このやつ。上の階に。そろそろ。一旦これ、梱包しよう。一旦ここ全部梱包して、カートの中に入れたら、カートは重量、特に関係ないんですね。うんうん、これは梱包できますね。書類席を梱包して。よし、じゃあ行きましょうか。なんか安全地帯っぽいところがありましたよね。あれ？ここじゃなかった？ここじゃないわ。あ、やばい、敵が来た。やべやべ。ここで死にたくねえ。あ、扉扉。おい。あ、誰かいた。話しとこう。あー、やべ、ちょっと待て待て待て。開けてくんのか、こいつら。こいつ開けてくるんですね。おお。あ、開けるわ。やべやべ。やべやべ。あ。やべやべ。この上乗ったら大丈夫でしょ。あ、ダメだ。やべやべ。やべやべ。あー、やべ。嘘でしょ、こんなところで。あ、死んだ。やられちゃった。違う場所に行ってましたね、僕。あそこじゃないわ。どこだったっけなぁ。で、さっきの人の話僕全く聞けてないんですけどね。あ、こんなところで死んでるわ。アイテム回収。オッケー。ちょっと話聞きましょうか。あれ、開けてくるんですね、敵。はい。I'm not ready yet. Just a little longer. 準備ができてない。I can get back to my work.I have samples denaturing as we speak. はあ。これ持って帰れる？持って帰れないか。ああ、特にか。あ、バックパックとかもあるな、ヘッドギアも。それはいいとして、ここじゃないな。どこだったっけ？場所間違えた。オッケーオッケー、来ましたね。ああ、来た来た。ここ敵いないんですよね。よしよし、ここにしよう。電源あったよね、確か。あれ？電源なかった？確かあったと思うんですけど。あ、あった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 。オッケーオッケー。クラフトステーションから、やりましょうか。置くと。ちょっと一旦全部置こう。で、修理台と。オッケーオッケー。よし。あとは、荷物だな、問題は。荷物置ける場所がないんかな、ここ。なさそうですよね。荷物置く場所。あ、荷物置く場所ないのか、ここ。今のところ、これしかないな。まあ、とりあえず置くか。あ、レベルが2になった。他の荷物、あれですね。無理ですね、これじゃあ。確率の問題ですけど、書類棚、パクってきましょうか。あ、やばい、夜だ。やば。
ちょっと待って。このタイミングで夜。あ、ベッドここにも作っとってもいいかもしんないですよね。あ、大型のソファーがいるから無理だな。あ、スクラップシールドが潰れてんじゃん。今直せないわ。電力がないんですよ。あー、ちょっと朝になるまで待っとかないといけない。ちょっと。あー、時間過ぎんの早いな、ほんと。今 AM1 時20分。だいぶ待たないといけない。じゃあ、なんで多分これのこと言ってるんでしょうね。次の区域って。まあ、それはそれでよしとして、あ、マップあるじゃないですか。もらっていこう。新マップ。あ、なにこれ、生命体とかあるんじゃん。書いてますね、いろいろ。情報あるんだ、そういうの。今初めて知ったわ、これ。謎に隠されてる部分がある。スープのレシピとかもあるし、登録番号とかもある。これ見つけないといけないんでしょうね、きっと。あ、朝になりましたね。オッケーオッケー。あ、これあった。あ、やっぱ無理か。なかなか厳しいですね。お、こっち行けないのか。あれ、こっち初めて来るんじゃない、これ。あ、なにこれ、これぶつかってやばいやつじゃない、しゃがんでいくやつ。オッケーオッケー。おう、よいしょっと。あ、ここ初めて来ますね。まだ来てないとこあったわ。あっちに繋がってんだ。これも開けて、向こう。あ、ロックしてんのか、ここ。無理だな。行ってない場所ありますね、これ。こっちもロックされてるわ。まだ開けてないとこがあるみたいですね。もう全部見たと思ってた。ここ開けれない？開けれる、開けれる。これなんだ？トイレか。トイレ何もないよね。あ、上行けるわ。バックパックとかあった。懐中電灯持っていくか。あ、結構ハンマー手に入りますね、これ。うん。あ、何これ、雑誌。あ、新しいの覚えましたね。素直にチェスト作った方がいいかもしれないですね、小型の。あ、普通に作れますね。小型のチェストで行きましょう。ちょっと大物狙いすぎた。とりあえず、作ろう。んで、チェスト。5番。あー、こんな感じなんだ。かなり小さそうですよね。そんな入んないんじゃないかな。まあ、いや、おこ。OK、できた。あ、そこそこ入るな、これ。じゃあ、いいや。この中入れていきましょうか。4つ作ろう。あ、重ねれますね、んで。いいじゃないですか。オッケー。これでだいぶあれですね。置けますね、荷物。あ、これって、そういえば、潰れてない？修理できんのかな？あ、梱包しないと無理か。はい、梱包してみて。修理。破損していません。あ、修理できないんだ、台車って。このまま台車持ってって、下で、やりましょうか。荷物搬入ですね。荷物を1階からちょっと持ってこよう。そういえば充電が問題ですよね。上ないんですよね、あそこの近くに。で、これを梱包すると。よし。あ、これ、そういえば、梱包できるかな。これできたらソファー2つできるんですよ。あ、できるわ。できたんで、これ置いとこうか、1つ。こっちに。スポンチ点2つできるかどうかわかんないけど、一旦寝転ぼうか。スポンチ点。OK。あと持っていくもんないですかね。あ、あとこれだ。トーチ。ちょっと重いね。まあ普通にいけるでしょ、このまんま。腕力が増えた。そうか。荷物が重かったらここ増えるんだ。経験値上がっていくみたいですね、どうやら。そういうのもあったりするんだ。一応走れはしますね。荷物ギリギリだと。荷物がさすがにいっぱいいっぱいだと無理でしょうけど。よし。
帰ってきましたね。あとは荷物整理して、なんとかですね。あと、あれだ。ベッド作らないといけないわ。オッケーオッケー。これでリスポーンしときましょうか。オッケー。リスポーンして、オッケーですね。これ見てもよくわかんないんですよね。あ、レベル3エリアに行けるってことか。現在地は？あ、現在地ここですね。あ、バッテリー入れれる場所があるっぽいな、これ。あっちにあるんじゃない？あ、ありますね、あそこ。ちょっと開けましょうか、もう。ここで開けるでしょ。修理する。よしよし。あ、いたいたいた。ついに開きましたね。よしよし。これ開くのかな？ロック解除。ロック解除しとこう。一応、念のために。閉まると嫌だもんね。オッケーオッケー。あ、飯がいた。ちょっと弓の練習もね、しとかないとスキルが上がんないから。オッケー。あ、これで上上がれんのか。ここはなんだ？上行ってみるか。あ、別のところだ。どこだ、ここ。これ関係ない。いや、なんだこれ。いや、あれやばそうですよね。ちょっと行ってみるか。怖っ。やばそう、あれ。何？めっちゃ殺されてるけど。ちょっとここら辺持っていこう、じゃあ。これ何？ジャーナル。メール。なんか、全然読めないな、これ。まず開こうか。あ？新しいジャーナルが来ましたね。なんだ？ E メール。これかな？なんか放射線がいっぱいあるみたいな。そんな話をしてるけど。お、びっくりした。こんなところにも敵がいた。またジャーナルですね。何が増えたのかちょっとよくわからない。あ、ここに電源あるな。これ壊せないやつだ。いや、怖いな、あれ。なんだろ、これ。うわ、めっちゃやられてるよ、ここで。要素タブレット。あ、要素タブレットでどうのこうのって言ったの。これちょっと使っとこうか。放射線が強いからって言って、なんか書いてましたね。な、これ、新しいやつだ。何も覚えなかった。あー、なんか書いてるわ。うわ、何これ。これ違うワールドに行くとか？帰ってこれんのかな？いやー、ちょっと待って。いや、行くか。あ、違うワールドだ。やっぱり。あー、どこだ、ここ。ファーガーデン。何それ。うわー。来てよかったのかな？うわ、何？うわ、なんかあそこにも売ってるやつがおる。ちょっと待って。装備でいける？きつそうですね。あ、新しいやつかな？これ、拾うってなる。あー、なんか覚えた。農業。農業レベルがあった。うわ、そんなことよりもどうしよう。これは？これ関係ない。あれ、絶対無理でしょう。だって僕、普通に、犬みたいなやつにでも勝てないのに、あれに勝てるとは到底思えないよね。ちょっと後回しかな、ここ。さすがに。帰れるよね。あ、よかった。あ、帰れる帰れる。よかったよかった。ああ、こういう風になってんだ。別の区間に行きたいけど、ちょっと今待って。まだ開いてないところいっぱいあるんだよ。あ、ここ解除できない。ちょっと下降りよう。